準備はいい？じゃあ、案内するわ。気ぃつけていけよ。ああ。そうだ。ちゃんと言っとかなきゃ。船盗もうとして、ごめん。いろいろ、ご迷惑をおかけしました。気にすんな。それより、死ぬなよ。じゃあな。え？こっちよ。行きましょう。町への道じゃない。あなたたちもここから来たんでしょ？反対の道はミラージュが多くて、とても使えたもんじゃないし。マジか！てか誰も教えてくれなかったし。道理で変だとは思ったのよね。ミラージュ集めもできたので、気にしない気にしないなのです。おつくぞ！この船よ。ちょっと待ってて。自動操縦にセットしたから下界までは乗ってるだけで着くわ。領主やら連邦の連中が来ないうちに出発なさい。何から何までサンキューな。ありがとうございました。それじゃ死んでも恨まないでね。え？もうここらはそんなに寒くないな。ほんと、風も気持ちいいね。こんな船をタダでもらえるなんて、とてもラッキーだったのです。操縦もしなくていいし、楽ちんだしな。ほんと超ラッキー。ところでさ、お？なんでファリスさんもキスティスさんもあんなこと言ったんだろう。あんなことって？そういえば二人とも死ぬとか死んでもとか言ってたのですだよね。なんで？そう、下界って名前の海だから、きっと地図の下の方、つまり
南の海ってことだとは思うんだけど、その南の方は何か危険だってことなのですかね。そうなのかもね。ところでさ、姉ちゃん、え、なんか顔の音がなんかおかしくない？そうかな。姉ちゃん、なんかこれ、なんかすごく嫌な予感がするんだ。私もだよ。はてなはてな、なのです。うわ、下界って南って意味じゃなくて、ってなんじゃこりゃ。そのまま下って意味だったの。船壊れちまって、こっから先はどうすりゃいいんだよ。困ったね。あのミラージュ、小亀をひっくり返して遊んでるのです。ひどいことするのです。ちょっとミラージュだっていじめはダメ。たちの悪いミラージュはお仕置きだ。
ミラージュ同士でも弱い者いじめってあるんだな。よっしゃった。じゃあね。なのですって姉ちゃん。え、何？どうせならさ、今のやつも捕まえればよか。よか、よか、よかくないです。ミラージュ使いよ、我が小さき眷属を助けてくれたそうだな。礼を言おう。しゃべってるよ。おえー、しゃべってるですね、あんたたち。して、ミラージュ使いがこのようなところで何をしておるのだ？なら、そのバブイルという場所までわしの背を貸してやろう。マジで？いいんですか？ああ、いいだろう。しばらくの間、その高速艇とやらの代わりになってやるとしよう。どれ、出発じゃ。わしは陸のことは知らぬゆえ、バブイルという場所もわからぬ。進む方向は自分たちで決めるがいい。なんかうろちょろ見えてるんだけど、嫌な予感しかしないのです。何が？あの背びれ、いかにもって感じが。よし、ぶつかってみようぜ。マジでやめて。お、なんだ。うわ、本当に人だ。目の錯覚かと思った。あなたは？あ、ごめんごめん、あたしはリュック。ちょっとここの海でトレジャーハンティング中にミラージュに船を壊されちゃってさ。泳ぐのは得意だからいいんだけど、ちょっと休みたいなって思ってたら、アダマンタイマイの上に乗ってる君たちを見かけたってわけ。でも、なんでアダマンタイマイに乗ってんの？旅は道連れじゃ。ゆっくりするがいい。でもミラージュ使いってすんごいんだね。アダモンタイマイとも仲良くなっちゃうんだ。多分このタイマイさんが温厚なだけだと思うよ。あ、それでバブイルエリアに行きたいんだっけ？それならあっちの方だよ。さてと、行くとするか。出発！よろしくね。ゴーゴーなのです。ここはどっちに進むんじゃ？じゃあ、
第10幕生暖かい風。よっと、しゃ、ここまでありがとな。なに、お安いご用じゃて。リュックも案内ありがとう。こっちこそ、休ませてもらってありがとね。リュックはこれからどうするの？ねえ、ちょっと行きたいとこがあるんだけど、あと少し背中に乗ってていいかな？ああ、もののついでじゃ。よかろうて。ありがとう。ということで、このままちょこっと元々の目的地まで行ってくる。わかった。気をつけてね。それじゃ。アダマンタイマーイ！いつか手に入れて呼び出すからな。さてと、で、どうすんの？とりあえず、町を探しますか。この先もミラージュの気配はプンプンなので、十分気をつけるのです。